皆さんこんにちは。滝沢勝成でございます。本日はこちら iOS、Android 端末で使えるモイススという無料アプリを皆様にご紹介させていただきたいなと思っているんですが、もうね、うん、便利が過ぎる。便利すぎて怖い。恐ろしい。AI 怖ってぐらいの もう超絶便利アプリでございますよもう iOS アンドレ d 端末使ってらっしゃったら必ずインストールしてもいいんじゃないかなっていうぐらいですねほんとそのぐらいのもう恐怖を もう覚えるぐらいの便利アプリなので、えー、もしよかったらせ、あの、参考にしていただけたら幸いでございます。本当マまじビビるから、まじビビるから。で、権利の都合上ね、一般的な曲は使えないので、僕のオリジナル曲をね、いろいろこう、実践として使っていこうかなと思うんですけども、そんな感じの動画でございます。では、ちょっと、耳かぽちよく聞けよ。もういきなりびっくりするからな、みんなビビるなよ、本当にもう。とりあえず今これ、僕のオリジナルのひねくれって曲を、この、もう、もう一節に取り込んでる状態なんですけど、こんな画面でございますよ。まじビビるなよ。 まず再生ボタンを押すと再生するんだ。これはビビらないよね。これはまあいいんですよ。でもなんとなくさ、こう,う、すら感じてるかもしれないですけども、なんかマイクのマークとか、なんかドラムのマークとかさ、なんかベースっぽいマークがいろいろあるじゃないですか。あれこれもしかしてってごめんなさあれこれもしかしてみたいな。そうなんですよ。それぞれのパートのブーストキャンセルがね、速攻でできんの。例えば、ボーカル。消えたーベースだけとか。 ベースとドラムだけとかで、ドラムと歌だけとか こんなことが簡単にできてしまう。で、この音符のところにね、そのピアノとかエレキギターとかアコギとかがまとまってるんですけれども、まあギターソロとかね、耳コピーするときさ、やっぱりギターの音よく聞きたいじゃない。だそういうときはもうボーカルはキャンセルで、ドラムとベースをうっすらみたいな感じでやると、もうしっかりこのギターの音をね、もうヒアリングしながら、モニタリングしながらこ、ね、この耳コピをすることができるって感じなんですよ。ビビるでしょうすごくないやばくないえ、嘘ーみたいな。え、マジでみたいな。 感じになりませんかそんなことこんな簡単にできちゃうのっつって。で、なんとなくうっすら感じてるかもしれないんですけども、上にですね、このコード解析もですね、してくれております。これちょっとあの、無料バージョンだと途中までなんですけれども、割とね、いい感じの精度でね、このコードの解析もしてくれるんですよ。で、テンポももちろん割り出してくれる。で、当たり前ですけども、もうね、当たり前のように、このメトロノムボタンからですね、このテンポを変更することも可能でございます。ちょっとやってみましょうか。例えばそのちょっと、 こんな感じで、ゆっくりにする。とか。速くするとか。あ、できなかった。すごくないで、練習するときにですね、皆様、なんとなくその、今まで練習したときにさ、その、出だしのところ イントロとかさそのギターから入る曲とかってさなんか今までそのカウントとかないからさ一緒に練習しようと思ってもさなんかこううーどうやって入ったらいいんだってふうになるじゃないですかそういうのもできるようですねこのカウントインっていうね機能もあったりとかするんですよねちょっとこの曲に関してはねそのドラムのカウントが入っちゃってるからあんまり関係ないんだけどもちょっと試しにやってみるとこんな感じでメトロノーム化でこのなぜかパン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  えっ,とっていう感じでこのカウントインをしてから、えー、曲を流してくれるというそんな機能もあったりとかするわけでございますすごくないでここまででも結構マジでってビビるぐらいなんですけども個人的に、ね、次のこの要素もマジで恐ろしいなと思ったんですがこのメニューボタンからですねエクスポートっていうところをタップすると実はこのねそれぞれのトラックを分離した状態でね書き出すことができるんですよ。 だから、えー、その MP3 とかで書き出せば、それぞれボーカル、ドラム、ベース、その他の楽器って感じはこう分離されているので、ダ、ま、ウ、あ、ソフトとかに取り込んで、まあ、弾いてみた動画とか、ね、すごい作りやすくなると思いますし、ダ、ま、ウ、あ、に取り込むことで、より一層この耳コピとかもしやすくなったりとかするので、えー、普通にこの一般的なパソコンソフトを使ってでも、こんな簡単にそれぞれのパートをサクって分離できるアプリってそんなにないんですよ。 これマジでね画期的多分これね AI がとてつもなく発達したことによるもう恩恵のもう象徴だと思うんですけどね「怖え普通に怖えマジで!」ってぐらい怖いでおまけ機能ではあるんですけどもこう、ね、左下のこの吹き出しをタップするとこれ僕が入力したわけじゃないっすよこの歌詞僕が入力したわけじゃないっすよ ここれねこの歌詞を、ね、自動的に AI で解析して、ね、文字起こししてくれているの怖っ,って思いません怖 !AI 怖っ AI 怖っ,つってこんなアプリなんですよマジでヤバくないマジですごくない半端なくないもうそれぞれの,このトラックが分離できるだけでも、ね、すげえって感じなのにそれを分離した後に MP3 で書き出しをすることもできるなんでやねんっていうなんでやねん で、ちょっとこれね、無料で使える範疇が、まぁ、ちょっとこう狭いというか、まあ、結構十分なんだけどね。十分なんだけどね。その有料プランもあって、有料プランがね、そこそこ高いんだ。結構いい値段するんだ。だからそのね、課金で、こんな結構アップデートしていく感じにはなると思うんですけども。でもね、無料で、もう、全然このぐらいはね、できるからね、もう無茶苦茶に重宝すると思いますよ。これマジすげえって感じです。 で、それのこの曲の取り込み方としてはですね、まあ、いくつかあるんですけども、えー、このね、追加っていうところをこのタップしていただくと、まあ、どの方法でこう追加をするかを選ぶことができるんですよ。で、このね、iPhone の中に入ってる iTunes とかね、それともカメラロール、の写真のところだとか、 あと、ま、あ iOS 純正のそのファイルっていうアプリ、これはまあ皆さん使ってないと思うんですけども、使ってますでしょうか僕全然使った、使ったことがないんですけども。まあ、こういうところが引っ張ってこれるんですが、また僕がですね、3つ目に、え、マジでそれ半端ねえと思ってびっくりしたのが、このね、下のこのね、クラウドストレージ、つまり、え、ま、ドロップボックスとかメガとか、グーグルドライブとかからその引っ張ってくることができるんですよ。 だから僕ね、その Google ドライブむちゃくちゃ使ってるんだ。例えばですけども、こういう感じにね、その音源とか、まあレッスンとか練習とかでここにそのね、あの僕がその練習している曲とか、まあいろんなね、あのレッスンで使う曲とかを、ね、その Google ドライブにガーッと突っ込んでるんですけども。で、例えばですけども、その Google ドライブの中にある、えー、またちょっと僕のオリジナルではあるんですけど、この Plays to We という曲をですね、この m o セス e s に突っ込もうと、えー、するじゃないですか。で、設定としてはですね、Google ドライブに関してもドロップボックスに関しては、まずその一回共有の設定をしなければいけないので、えー、誰でも言われる、 URL をしたら、ね、アクセスできたらさその不正とかになっちゃうじゃないですか悪質なアクセスがうんたらかんたらとなってしまうのでこの共有というところからアクセス管理でこのリンクを知っている人が全員この、ね、あの閲覧できる状態にする必要がありますでこれを設定したらこのリンクボタンをタップしてクリップボードにリンクをコピーしましたということで、まあ、モイセスに戻ってこのクラウドストレージをタップします そうすると、もう一つにドライブからペーストを使用します。よろしいですかというふうに聞かれるので、これペーストを許可します。そうすると、自動的に URL がこの中に入るので、このままですねえ、ポチッとタップをすると、Google ドライブからそのデータを引っ張ってきて、この解析が始まるということなんですよ。怖っ怖っ恐ろしい恐ろしいなんだってっていう。嘘でしょみたいな。 感じがしませんかマジで何言ってるの本当にこれ冗談抜きでマジでやばくないみたいな。えー、個人的にマジで本当に、ね、やばくないっていうぐらいです。やばくないっていう。すごくないこの感動伝わる伝わってるちょっとコメントチャットでやばいやばいとかって言っていただけたらすごく嬉しいんですけれども。 で、ちょっとね、あの、取り込んでね、この、まあ、4トラックにその分ける処理で、ちょっと時間かかってしまうんですけども、まあ、この処理が終わると、さっきみたく、えー、ボーカルと、えー、ドラムと、ベースと、その他のトラックっていう感じで、この分離されると。で、課金をすると、より一層、もっとね、この幅広い、そのね、4トラックが7トラックとかになったりとかね、あの、いろいろ分離できるその選択肢が増えるらしいんですけども、とりあえず、まあ、無料でできる範疇だと、この4トラックが、まあ、デフォルトっていう感じみたいです。でも、4トラックでも、まあ、十分ですよね。 コード出てますよちゃんと G やってます G から G 音 B この曲とは結構ベースがうねうねと難しいことしてるんですけどもそういうのとかもいいですよこういう感じでこのベースの耳込みもできてしまう で、この曲とかそうですね。コーラスが割とすごいたくさん入ってるんですけども、コーラスも多分。しいいたこういう感じで、このコーラス部分もですね。あ、こういうの入ってたのかあ、こういう風にやればいいのか、みたいな感じで,ですね。参考にすることができるんですよ。 怖えって感じっすよね。恐ろしいなぁ、みたいな。で、いろいろとですね、このメニューがたくさんあって、まあ、そのコード解析の,その続きだったりとか、まあ、さっき言ったそのトラックをね、もっと細かく分離したりとか、でするために、ちょっとこの課金しなければいけないんですけども、これがね、結構いい値段してですね、どこだっけかな。なんかこのプロにアップグレードみたいな、なんかそんな感じの文言が、ほら。ね。安いプランがプレミアムで、月900円か年間7000円。 なかなかおおって感じですよね。で、このプロがさらに高くて、毎月4500円で年間4万5000円。おおってなりますよね。 すごいよね。で、こっちになると多分、そのオーディオの分離した時のその音質の劣化とか少ないとていう意味のこの Hi-Fi 分離オーディオとかだと思うんですけども。ちょっとまあ僕はここまではないかなとは思うんですけど、ちょっと使ってる方いらっしゃったらぜひあのこのプロプランですごくいいところとか教えていただけたらすごく嬉しいなというところでございます。でも無料でもまあとりあえずここまでできるというところでございますよ。いかがでしょうか。で、えー、無料プランだと、 このね、曲の取り込みがね、月5曲までしかできないみたいです。で、今新しくアカウント作り直しても2個、えー、取り込んだんですけども、今月に関してはあと3曲しか取り込むことができないっていう状態なんですが、ちょっとこれね、まあ、後々は多分アップデートで対応されちゃうと思うんですけど、今いろいろ試してみたらですね、このね、メールアドレスを認証してないっぽくてですね、まあ、普通にこうサインアウトするじゃないですか。 で、このメールアドレスで続行っていうふうにして、このサインアップの方にして、このメールアドレスで適当によってですね、なんか普通に使えるようになりました。えー、例えばですけども、お肉とか、えー、なんか Gmail.com みたいな。肉肉っ言って。これお、お肉さん。お肉さんっていう方にするので、ちょっとメールいっちゃうんだけど、ごめんなさいね。このお肉、お肉、Gmail.com に使っている方がいらっしゃいましたら、すいませんね。 こんな感じでサインアップをすると普通にこのアカウントの認証とかすることだけ普通に使えてしまうので、えー、もしその月に5曲いたってしまったとしても、まあ、もう捨てアドもう捨てメールアドレスどころかも適当なアドレスでもね入れてしまうのでまあ一応使うことができるって感じなんですけどもちょっとこれはまあ NG というかまあ、ね、少しこのグレーな使い方でございますが多分この辺りはねいずれ対応されちゃうんじゃないかなって感じはするんですけどもでもまあこんな感じでございますよいかがでしょうか 凄まじくない本当にもう怖いよね、なんかこの、なんつうの、その、電子の力というか、その、で、電子の力というか、AI というか、これ、歌詞見てみると、ほら、ちゃんとこうね認識されてるんですよ、怖っ そんな感じの、えー、便利アプリでございます。まあ、練習をするときはもちろん、えー、なんかカラオケトラックを作りたいとか、そういうのもあったりとかするじゃないですか。なんか発表会でこういうのを作りたいとか、なんかこの、友達とのその余興でこういうのをやりたいとか、あったりとかすると思いますし、単純にその、ね、耳コピーをするとか、練習をするとか、そういったときもですね、めちゃくちゃ役に立つと思うので、えー、もしよければ、ちょっともう一説無料で、えー、ダウンロードできますので、試していただけたら嬉しいなというところでございます。よろしくお願いします。では、そんな感じで、動画を終わりにさせていただきましょう。どうだ参ったか <laughs> まいったかっつって別に僕が作ったアプリじゃないけどもまあ本当ねこの iPad とか iPhone とかまあ、こういう端末デジタル端末の恩恵にこう授かりまくりでねなんかすげえ便利に使わせてもらってるなっていう感じはいつもしてますけどもなんかこのモイセスの登場は AI の飛躍的な進化による恩恵の賜物だと思うので、本当にもうありがてえなって感じがしますけど、も怖えなって感じがしますね。本当ねえー、まあそんな感じで興味があったら、ぜひダウンロードしてみてくださいませ。えー、そんな感じで本日はもう一スの、えー、紹介動画でございました,参考にしてみてたあ。参考になったなら何よりでございます。よろしくお願いします。何かご意見、ご感想、リクエスト、その他ももありましたら、バシバシとコメントの方に残していただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。それでは、動画終わりさせていただきます。さようなら、グッバイ、じゃあね。余談 あのー、ちょこちょことさそういう話するんだけどさ、あのー、もう僕はもう超 IT 坊やだから iPhoneiPad でこういうパソコンとかもうむちゃくちゃ駆使してさもう昔からそういう。 なんかこの解析ソフトとか使ってまあ、ピッチを変えたりゆっくりにしたりとかしそのね練習したりとか身動ペをしたりとかしてたわけなんですよ。もう覚えてるところだとその20年前とかね、20年前、その21年前か、僕は二十歳の頃ですから。からちょうど2000 3年とかですよ、ね、2003年とかそのぐらいの時にあのサウンドイットっていうなんかソフトがあってそれあの初めて買ったオーディオインターフェースについてたあの LE バージョンだったんですけどもそのサウンドイットがですねまあえらく便利でその時もですねめちゃくちゃこうびっくりしてえー、こんな簡単にピッチ変えたりこんな、ね、あの音質の劣化なくなんかこピッチをテンポ変えたりするのがで,きできるのかすげえと思って感動してさ。 でもそういうのがない場合ってさ、あの年齢で言えば今50代とか60代の方とかそうなのかな。なんか昔ってさ、ほらもう普通にもう CD しかないからさ、えー、CD をなんか僕の,そのセガサターンとか使ってさ、0.5倍速で再生したりとかして見込みをしたわけなんですよ。なんかそういう機能あったじゃないですか、セガサターンとか。 でそれでこうミミコピーをしてた時代もあってでももっと遡るとさもうテープとかの時代だからさあのテープって普通にこの速度変わるとピッチ変わるんですよね。 で、それピッチが変わらない機能も搭載しているとかってあったりもしたんだけども、めちゃくちゃ効果だったりとかして、やっぱり皆さんそのね、そう再生速度を変えることなく、何回も何回もテープが擦り切れるまでってやつですよね。もう何回も何回も繰り返して、このね、あの、もう一回、わーガシャー、ガチャーガシャーガチャーもう一回ガシャャガシャャガシャーとかってやってたわけなんですよね。まあそのテープでもね、その AB リピート機能があって、なんかこの、 秒数ではなく、なんか4桁ぐらいの数字があってさ、なんか進むとさ、なんか1,2,3,4,5みたいなね、ダイヤルがあってさ、で、それでこうね、10とか12とかって言ってさ、で、そのね、AB を設定すると、なんか10から8までの間をね、自動的にこの再生するとかさ、なんかそういうこの AB リピート機能とかもあって、で、それもそれですげえこれめちゃくちゃ便利だとかってなったと思うんですけども、 いやなんかそういうのに比べると本当なんつうのかなーもうね LP とかになってくるとまた話は別かもしれないんですけどねなんかその CD とかもそうですし MD とかもそうでしたしなんかこの MP3 とかもそうですしでこのタブレット端末とかこういうスマートフォンとか出てきてアプリとかもねどんどん改善されてきてなんかまあすごいあってなんか思いますねなんか僕は割とそういう変化の波になんだろうなちょうど なんかどっぷり疲れてる年代と言いますか、まあ、ちょっと僕がね、そのパソコン文化に目覚めるのが早かったっていうのがちょっとあるんですけども、一番トップレットの多分50代の方とかじゃないかな。結構僕が、あの小学生の頃にはね、家にその PC9801 とか MSX2 とか、えー、ありましたし、なんかそういうのねあのやってなんかパソコンでいろいろプログラム組んだりとかしたんですけども、まあ、その頃からですね、この IT に慣れ親し,しんでいる私としてもですね、本当この変化はむちゃくちゃに驚きって感じですよね。 いや便利こえーなって感じがします。便利こえー、便利こえー、本当に便利こえー、でもね、せっかくこういうものがね、あるんだからね、あのどんどん利用した方が、えー、い,い,のいいというか、えー、せっかくだからね、利用した方が面白いと思うので、えー、ちょっと僕はもうどんどん利用していくわけなんですけどまあよかったら皆さんもそういう便利アイテム、えー、バシバシ利用していただいて、日々の練習にご活用いただけたら。 嬉しいなというところでございます。よろしくお願いします。それでは、最後は雑談でございましたけれども <laughs>、よかったら皆様のそういう昔の思い出話とかもしあったらバシバシとコメントしていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッパイ。じゃあね、最後まで動画残してありがとうございました。さよなら。